状況は以上って感じだな。さすがに何度も説明してるとキリト君もこなれてきたね。ああ、でもまだ何人か出会えてないのがいるからな。もっと説明がうまくなる自信があるというわけか。頼もしいぜリーダー。いや違うだろ、お前らも手伝ってくれよ。つかリーダーってなんだよ。いいじゃない別に。こっちのメンバーでまだ会ってないのはクラインとフィリア、あとはレインかな。僕たちの方はまだ結構いますね。師匠が影に放り込んだのはシアンパイル、ライムベル、アクアカレント、スカーレットレイン、ブラッドレパード、アッシュローラーです。あと6人ですね。ニコにミャーも来てくれたんだな、ありがたい話だ。あんなメッセージを送ってくればあの子たちだって来るに決まっているわ。そうなのです、上空に現れたという噂の巨大な影へと向かう決戦の前ではあるので、各自の裁量は任せるが、我々はバーストリンカーである以上、行く先に新たな世界があるのならそこに向かうべきと考える。ちなみに追ってくる場合も急ぐ必要はない。私はしばらく春雪くんとの時間を楽しみたいのでな。ああ、そんなのここで朗読しなくてもいい。先輩。ああ、どの時代にもいるのねバカップルって。リーズ、なんでこっち見るのかな。さっきも言ってたけど、ブレインバーストのプレイヤーたちはリアルネームで呼び合っても平気なの？基本的にはアバターネームで呼び合います。対戦フィールドでレギオンの仲間以外がいるときはリアル我はどうしても避けなければならないからです。ただ無制限中立フィールドでエネミー討伐をしてたり、敵レギオンがいないと分かってる場合はリアルネームで呼び合うこともあるのですよ。気心知れてる仲間同士だけなら気にする必要はないってことなんだね。それもありますが、基本的に親と子、リアルでの知人同士が集まることが多いので、どうしてもそっちの呼び方の方がしっくりきてしまうのです。なるほどな。じゃあ幸いこの世界にいるのはあなたたちのレギオンの仲間ばかりのようだから、私たちもそっちで呼んでもいいのかしら。ああ、好きな方で呼んでくれ。ついでにこのレギオン、いやこの集まりのリーダーはキリト、君に任せたい。いいのか。だって黒のレギオン、ネガ・ネビラスの王は黒雪なんだろ。我々はこの世界では違法のものだ。この世界のルールにのっとって行動するなら、やはりこの世界のプレイヤーが指揮を取るべきだろう。そうね、私はいろんないわ。私もです。僕は先輩が決めたことに従います。わかった、なら俺がこのパーティーのリーダーを務めさせてもらう。よし、俺たちエールオ組とネガ・ネビラスはこの未曾有の脅威に対し全力で対抗していくことをここに宣言する。
かなか見る目あるじゃない。よろしくなのです。遠目には見えてたけど、改めて近くで見ると本当にビルですね。まあ ALO にダイブしてるのにこれが出てきたら驚くわよね。私は今別のこういう世界観のゲームを遊んでるからそんなに珍しくもないけど。え、シノノ、いつの間にそんなゲームやってたの？ちゃんと教えてよ。え、別にいいじゃない。近未来風の建物、廃墟か。妖芸の FPS っぽいのと見た。キリト、あんたそうやっていつも予測するのやめてよ。しかも必ず当ててくるんだから気持ち悪いったらありゃしないわ。すみませんでした。おそらくこれもブレインバーストの変遷だな。その変遷ってなんだ？前にもそんなこと言ってたよな。簡単に言うと一定周期で起きるフィールドの属性変化だ。ただこの ALO では完全に変遷しているというよりも元の仮想世界に半分混ざってるって言った方が正確なのかしら。自然豊かなファンタジー世界と廃墟がミックスされてまさに混沌としたフィールドになってしまっているのです。これもそのペルソナバベルってやつがやったんですよね。しもべ、それは違うようです。メタトロン、いやー、何この子、すっごく可愛い。またそのように馴れ馴れしい態度。新顔が加わるたびに私はこのような目に遭うというのですか？メタトロンさん、今までどうしてたのです？世界の状況、この異変についてハイエストレベルから探っていました。全てを理解することはできませんでしたが、この2つの異なる世界が合わさった状況、それを仮に侵食と呼ぶとしたら、この状況を作り出したのは故意ではなく偶発的なものだったようです。偶発的？どうしてそれがわかるんだ？刻意の要請。この世界には新たなる情報に自動的に対応する神の力があると言いましたね。神の力？ああ、カーディナルシステムのことか。私たちの世界から流入し続ける情報に対し神の力が対応した結果としてこのような景観となっているようです。データの流入、あの空の影から？そのようです。しもべたちの入ってきた場所はいわゆる入り口専用。あの空間より私たちの世界のあらゆる情報が漏れ入り、この世界への侵食となっているのです。つまりペルソナバベルのせいではない。でもそもそも入り口を作り出したのはあの人なのかな。どうだろう。最初私は確かにあやつに利用されたが、結果として今は敵対している。侵食を願っていたわけではなさそうだ。そう考えると世界をつなげたことはバベルにとっても良策ではないわけか。私はあの影の成り立ちについてもう少し調べてみることにしましょう。ありがとう、メタトロン。言っておきますが、これは別にしもべたちに手を貸しているわけではないのですよ。私自身も元の世界に戻るため仕方なく。
あ、でもそれならさっき私たち見つけておいたわよ。え、師匠、それってもしかして。はい、さっき離脱ポータルがあったのです。そうか、それはよかった。向こうに戻る方法が見つかったのはひとまず安心だな。とはいえ、我々はキリトたちに協力すると約束した。最後まで付き合ってもいいだろうか。うん、もちろんだよ。むしろお願いしたいところだわ。ありがとう。では引き続き協力させてもらおう。程があるわね。おい、なんとか言ってくれ。あのドンパチやってるのも晴れゆきたちの仲間なんだよな。なんて言えばいいのかしら。基本的にはそうなのです。ただ私たちネガネビラスと休戦協定を結んでいるプロミネンスの王スカーレット・レインは一人しかいないのです。つまりあれの片方は他の誰かが姿を変える能力を使っている、もしくはゴーストデータって感じか。私たちは会ったこともないからどっちが本物か全然見分けがつかないけど、知り合い、同じバーストリンカー同士なら分かりそう。そうですね、言動から見破れるかもしれないけど、そんな検証をじっくりしてる間に本物が殺されてしまうかもしれないわ。弾幕の中にもう一人見えるわ。赤い評価しろ、レパード。おい、ネガビども、本物はこっちだ。わざわざ助けに来てやったんだからさっさと加勢しろ。バカ野郎、来んじゃねえよ。一緒に消し飛ばすぞ。って言ってますけど。どっちも穏やかじゃないね。よし、わかりましたよ。そうだな、察しはついた。本当？どっちが？今でこそ黒と赤のレギオンは同盟を結んでいるが、ニコは誇り高いバーストリンカーだ。我々とライバルでもある奴がそう簡単に助けを求めたりはしない。だから偽物は助けを求めた方、お前だ。待たせたな。あの弾幕解除するのが危ないだろ。でも見てるだけなんて無理だよ。俺たち仲間だろ。ニコは許せなかった。あの弾幕は気づいてない。ついでに少しうるっときて。絶対に決めつけやる。
俺がここで会ったら100年目てめえをぶっ倒す。貴様、偽物に違いない。私の名をカタローなんざ千年早いぜ。フローたちの助けがなければ勝利はきつかった。本当にサンクス。いやいや、あ、そうだ、アバターチェンジはと。おお、ハルユキ、あたしらもそれ知ってるぜ。なんでか知んねえけど、ここだと手軽に変更できるんだよな。って。お前そのアバター、ここでもその豚なのかよ。うるさいな。ニコは見慣れてるだろ。ダメだ。腹よじれる。ニコも早くこっちの姿になりなよ。笑い死ぬかと思ったぜ。まあそうだな。じゃーん、これがニコちゃんのアバターだ。どうだ、リアルと同様に可愛いだろう。私はこの姿になった。なんだよ晴れ行き、ジロジロ見て。ふむふむ、それでは失礼して。うわっ、てめえ何いきなり足触ってんだよ、この変態変態豚野郎。やめろ。うわっ、蹴るなよニコ。僕はニコがちゃんと本物かどうか確かめるためにこうして。うっせえ、ふざけたこと抜かしてんじゃん。なんだこれ。何か見つけたのか。ああ、こっちの世界のアイテムみたいだぜ。
どうやら偽物を倒したらドロップしたっぽい。名前はプロミネス。私らのレギオンと同じ名前。重要なアイテムだろうな。よし、キリトたちに見せて相談しよう。キリト。ああ、この世界の住人で新たな仲間たちだ。皆頼りになる気のいい奴らさ。きっとニコたちも気に入るはずだ。紹介しよう。つうことでよろしくな。なあ、ニコにパドはよろしく頼む。さて、これからどうするかだな。この草原フィールドは大体探索しちゃったもんね。ポータルはまだ町と草原しか動いてないし、他のフィールドにはどうやって行ったらいいんだろうね。そうだな、見落としてる場所や情報がないかもう一度よく見てみよう。